ペネロペメアリーモーダントは、2019年5月から、同年7月まで国防大臣を務めた、イギリスの政治家。保守党に所属し、2010年からポーツマスノース選挙区、選出庶民議員を務めている。2018年から2019年まで女性、平等担当大臣、2017年から2019年まで国際開発大臣を務めた。 1973年3月4日に、デボン州トーキーで生まれた。かつての娘ラッカサンヘ兵のいずれかの双子は、彼女は、アレトゥサ9巡洋艦 HMS、ペネロペの名にちなんで名付けられた。ヒルシー兵舎で生まれた彼女の父親は、パラシュート連隊を離れ、教師として従事した。モーダントには二人の兄弟がいる。ジェームズと弟のエドワードである。 彼女の母親であるジェニファーはフィッシャー・スノーデンの最初の労働大臣である。アンジェラ・ランズベリーは彼女の祖母のいとこである。モーダントはハンプシャー州ウォータールービルのオークランド・ローマン・カトリック・スクール・アカデミーで教育を受け、ビクトリーランド・シアター・スクールで演劇を学んだ。2003年11月に2005年の総選挙のポーツマス・ノース選挙区で戦う保守派候補に選ばれた。 彼女は保守派向かって5.5%のスイングを達成したが、1139票で労働党候補のサラ・マッカーシー・フライに敗れた。女性のみの候補者を批判するモーダントは、2005年の選挙後、デイビッド・ウィレッツのリーダーシップキャンペーンを中止するための参謀長として働いた。2017年11月25日に、 バングラデシュのクーッドゥーポロング難民キャンプを訪問した、モーダント2017年11月9日に国際開発担当国務長官に任命された、モーダントは一連の明らかに秘密で不正な会議をプリティパテルが辞任した後、休暇中にイスラエルの政治家と言った。2019年5月1日に英国の 5G ネットワークに関連したファーウェイの制限付きアクセスを許可する計画に関する。 リークの調査でギャビン・ウィリアムソンの解任後、史上初の女性国防長官に任命された。2019年7月24日に国防省を辞任し、女性と平等の大臣としてツイッターを介して発表した。彼女は1999年にリーディング大学で成熟した学生であったポール・マーレイと出会い、結婚したが翌年には離婚した。彼女は後に、 クラシック歌手であるイアン・リヨンと長期的な関係にあった。モーダントは英国海軍予備役であり、クジラ島の HMS で副中イギリス海軍予備員を務めている。ありがとうございます。